今日の調べてみたらのテーマは、やっぱり普段の、日用品とかのものがやっぱり値段が上がってるんで、ラーメン一杯でも1000円ね超えちゃいますから、だから節約のために。物価高と戦っているのは妻だけじゃない。夫たちのお小遣い事情です。歴史的賃上げに沸く一方で、お小遣いの額は3年ぶりに減少。すると聞こえてきたのは厳しい現実と嘆き。値上げ交渉って奥様には、まあ、できないですね。できますか？できないです。給料が上がんないから。スーツのまま家帰ったらエプロンで食器を洗って、猫のトイレの掃除をして、犬の散歩をして、でその対価としてお金をいただいてます。男ども頑張ってほしいなっていう、辛いけど頑張ってって言いたくなっちゃうっていうか、一方で妻たちは、こっちが主導権に入れてもういらっしゃいました。その方がうまくいくと思います。じゃあ、あの男の人にね、あのお金握ってもらうよりは。そう、家族のため歯を食いしばる夫たち。頼みとなるのは激安でもボリューム満点のお弁当。この激安弁当を作る店主も実は、ほらお小遣いもお小遣いですよ。1日500円ぐらい。ということで今回は町のサラリーマン114人に調査。物価高の中、サラリーマンはお小遣いをいくらもらって、何に使い、どうやりくりしているのか調べてみました。まずはお小遣い制のサラリーマンがどのくらいいるのか聞き込み。お小遣い制ですか？一応小遣い制じゃないです。じゃないですか、はい、しない理由とかって何か？別々で働いてるので、それぞれの働いた分はそれぞれが管理するみたいな感じですね。お小遣い制ではないですね。10万円ぐらいは自由に使ってますね。いえ、お小遣い制じゃなくて別々です。子供の資金を考えるなら、まあ、お小遣い制にした方がいいかななんて思ってはいるんですけど、まあ、なかなか折り合いがつかなかった。夫婦共働きでお財布は別という家庭が多いようです。続いて向かったのは東京墨田区にある錦糸公園。普段は子供連れでにぎわいますが、お昼時になれた、スーツ姿のサラリーマンの方増えてきました。噴水の縁に並んで650円のハンバーガーセットを食べていた男性たち。お小遣い制ですか？自分は財布は別々です。別々、はい。じゃあお兄さんは？は小遣い制です。はい、お小遣い制のサラリーマンを発見。1ヶ月いくらですか？は3万5000円です、はい。その使い道は昼食に12,500円、タバコに12,500円、ペットボトルのお茶や仕事終わりの飲み代に10,000円。自分で制限かけた方が家計にもダメージは少ないと思ったんで、小遣い制にしました。早足で何かを食べている男性にも話を聞いてみると、本当に自由に使えるお金っていうのは、わー、そうですね、ほぼほぼないですね。5000円あればいいかなって。家のローンや光熱費に加え、子供が生まれたばかりでいつもより出費が多かったそうです。まあ大丈夫です、頑張ってますんで。
ちなみに歩きながら食べていたのは165円の濃厚カスタードシュー、出勤前の朝ごはんでした。サラリーマンの聖地新橋でも聞き込みます。結婚1年、子供が生まれたばかりの24歳の男性にはある悩みが。お小遣い制です。あ、お小遣い制ですか。2、3ぐらい、3とかつです。飲みとか行って2軒目とかまで頑張っても、あの結婚してない仲間とかは3軒目とか4軒目とか行くんですけど、もうそこからは厳しくなるんで、ちょっと時間もあれなんで帰るねっていう。ちょっと足りないかなっていう感じなんで。気持ちはあります、あるけど我慢しないと。実際1ヶ月のお小遣いの平均額は33,039円と、去年より2500円以上も減っていました。50代の男性も。いくらですか。カツカツです。辛いです。部下との飲み代や趣味のゴルフで月に3万円じゃ足りないと不満気味。すると奥さんに今から電話すんの。いや、しろよ。いや、それしちゃえよ。え、ちょっと、あのなんとその場で妻に値上げ交渉です。もしもし。今新橋で打ち上げ終わったとこなんですけど、希望額は2万円アップの5万円ですが。無理ですか。部下もいて社長もいるんですよ。敬語で必死にお願いします。わかりました。はい、すいません。じゃあもう早めに帰ります。はい、すいません。結果は、あの給料が上がればお小遣いアップします。あの給ベースアップはまだ。いや、ベースアップちゃんとしてますんで、うん、6月の給料ですよ。6月の給料で、あの上がります。そしたらお小遣いアップは多分大丈夫です。いくらアップするかは今月末までのお楽しみです。今回取材をした既婚男性114人のうち、お小遣い制だったのは40人、およそ 35%、 3人に1人でした。一方、夫がお小遣い制の妻たちにも不満があるようで。3万じゃ少ないみたいだよ。一般はみんなそれぐらいなのかなと思って、あげたら嫌だって言われちゃったから。何に使ってるかっていう、特にもう何にだろうね、よくわからない。では働く男性たちは限られたお小遣いを何に使い、どうやりくりしているのでしょうか。訪ねたのは千葉県柏市にあるリサイクルショップ、愛品クラブです。よろしくお願いします。家具売り場で働く4人家族の横田さんのお小遣いは2万5000円ぐらいで1ヶ月なんとかやりくりしております。はい、この日室内の温度が28度まで上がる中、ソファーを運ぶなどの重労働が続きます。すると横田さんが冷蔵庫から取り出したのはペットボトルの麦茶です。冷蔵庫の中を見ると、並んでいたのは激安スーパーでまとめ買いしたペットボトル。お小遣い制ではない従業員が1本140円の缶コーヒーを自動販売機で買っていても、あそこはもう緊急ですねえこれですね、高いんで、ちょっとでも安いところで、
1本65円のドリンクで節約です。お昼になると、これから何の時間ですか？これからランチタイムです。ちょっと覗かせてもらいます。ここでもやりくり。お手製のお弁当は冷凍食品の揚げ物3つで120円、梅干し10円と惣菜のひじき50円、ふりかけ13円。そしてインスタント味噌汁は15円です。米はうち農家なんで、はい、金かかってないんですよ、はい。この日のランチ代は全部で208円でした。さらに仕事が終わると、自宅での晩酌はチューハイと発泡酒、おつまみはしっかり値引き商品です。ここまで食費を切り詰めるのには理由があって、地元の友達が焼肉やってるんで、まあ、そこで家族で食べる。再来年息子が高校受験に受かったら家族で焼肉パーティーをするのが目標だそうです。さらに取材を続けると、最近月3万円のお小遣い制に切り替えたという人が。その理由は、今まで何も管理してなくて必要な時にあげてたんですけど、まあ、とりあえず意識を深めようということで。長引く物価高の影響です。出費がかさみ生活が厳しくなる今、外で働く人にとってはより深刻な問題が。でもお昼代が高くなってるからね、今本当に一食1000円超えちゃうので。やっぱ1000円以内っていうのは厳しい。なかなか厳しいです。あ、ランチ代の値上がりです。私はあの社食があるので普通の定食で530円。安い。それでも前は500円だったんですけど、あの食堂のマスターが、ちょっともう大変なのでっていうことで、あの数年前にちょっと値上げしちゃったんですけど。そんな中、節約が得意だという男性が。お昼1日いくらぐらいかね。まあ500円以下が目標。一食500円以下？あの蕎麦が450円とかで、立ち食いとかで食べられる、はい。そこで横浜駅の目の前にある立ち食い蕎麦店に行ってみると、店内はサラリーマンでいっぱい。すると、お客さんが器を手に店の外へ。外で器を持ってサラリーマンの皆さん食べています。店に入りきらないお客さんが次々と店の外でそばをすすっています。そこまでして食べたい理由はやっぱり。値段っておいくらでした？350円ですね。ちくわ店が120円なんで470円か。ちくわ店をトッピングしても470円。物価高騰の中でサラリーマンの胃袋をつかむ良心的な値段です。さらに働く人にとって助かるのが、あ、早くて美味しいかな。早くて美味しい。早いですか？すぐ出てくるな。皆さん今時間に追われてるじゃないですか。注文すると、たった30秒で、お客さんの手元にコロッケそば450円です。サラリーマンの方にとってこのお店ってどんな存在ですか？
ロマンってなんですか。ロマン。なんかすごい生きてるなって感じですね。さらにサラリーマンの街新橋にも働く人たちの大行列が。お店の先がもう見えません。長く続く大行列の先にあったのはお弁当の川野です。春巻きやコロッケにうなぎの炊き込みご飯、日替わり弁当は600円、油の乗った大きな銀だら、他の店では1500円ほどしそうな魚弁当も600円です。作業着姿の男性が買ったお弁当はこのボリューム。山盛りの唐揚げに赤ウインナー、さらに分厚いコロッケを乗せたら、もはや蓋を閉める気がない、ボリュームたっぷりの唐揚げ弁当600円です。お昼は4時間で800食以上が売れる大人気店。お客さんは、いやもうすごい助かってますね。全然お金ないんで、午後のやる気にそうですね、繋がります。じゃあこれ食べたら、そうですね、バリバリ仕事できるかなっていう感じです。このお弁当を作るのは茶色いおかずが大好きな店主の井上さん。食材費や物価は上がり続けているのに、お弁当の値上げは考えていないと言います。その理由は、井上さんはお小遣い制です。ほら、お小遣いもお小遣いですよ。そうですよ、僕ちゃんと妻にお給料を渡して毎月決まったお小遣いもらって、1日500円ぐらい自身も月に2万円のお小遣い制だからだそうです。でみんなある中でやりくりしてるっていうのはもう十分お話も聞いてるし、厳しいよね、みんな小遣いだもんね。一食600円の値段を守るため、井上店主は夜中1時から仕込み開始。人件費削減のため、たった一人での作業です。営業が終わっても翌日の仕込み、傷がある野菜を格安で仕入れ、目指すは安くても具沢山のお弁当です。夜中から16時間働き通し、ここまで、やれる、その力の源みたいな、エネルギー源みたいなのは何か、家族かな。家族いなかったらやんないよね、一人食えりゃいいもんね。井上店主のパワーの源は家族。お店が休みの週末に家族4人で過ごす時間を大切にしています。お小遣いは毎月封筒で、そこには妻からのいつもありがとうのメッセージが書かれています。ではお小遣い制にしたことで家族にはどんな影響がありますか。まあ、ある程度やっぱり決まった中で使うっていうのはある程度把握ができるのでいいと思いますし、やっぱり、子どもの、今後の教育費、今後の老後のこととかも考えるとやっぱり計画的にはしておきたいですよね。ただやりすぎちゃってね、体とかがね心配なので、そこは気をつけてもらいたいですね。頑張って。ああ、ありがとう、頑張るよこれでまた来月もね、またね、これでね頑張るよ。
ということで、サラリーマンのお小遣い事情を調べてみたら、止まらない物価上昇の今、限られたお小遣いの中で節約しつつも家族の将来のために奮闘していることが分かりました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。4月放送から一等はリニューアル。私青井実、全力疾走で頑張ります。調べてみたらや他の大好評コーナーもさらにパワーアップしますよ。はい、皆さんぜひご期待ください。この動画へのいいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。